それではテクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回ご紹介する機能なんですけども、編集の追跡機能というものになります。皆さんですね、ドキュメントを作るときに、一人でこう一つのドキュメントを、編集するという場面が一番多いと思うんですけども、こう複数の人たちで一つのドキュメントを作らなくちゃなんていう場面ってないですかね。どうでしょう。あ、今までだったら印刷したなんか書類作って印刷したものを上司に見せて赤ペン入れられてたってことが紙のベースでね、あったんですけど、それがあれですか、あのファイルベースでできるんですかね。あ、その通りです。通常紙の場合ですと、その一度印刷したものをこうみんなにぐるっと回してこう直してもらったりとかっていう場面が多いと思うんですけども、これをですね、アナログではなくてこのリベラオフィス上で全てこう、かつこう高機能に、済ませてしまおうという、そんな機能になります。といったところで、こちらですね、編集の追跡の機能、特に今回 7.3 のアップデートに伴って機能が少し追加されましたので、この機会にご紹介しておきたいと思います。で、今画面にドキュメント出てますでしょうかね。はい、出てます。はい、でこちらで、通常編集をするとこのようにこう文字が追加されるんですが、これがですね、誰が追加されたのかだとか、どこに追加されたのかというのが分かると便利でしょうというものですね。で、機能のですね、オンオフがありまして、編集のここですね、変更の追跡の中のこの記録、ここをまずチェックをオンにします。これによって、記録機能が有効になるんですね。で、例えば、ここに文章を追加しますと。で、通常追加しているように見えるんですが、確定した段階でこのようにですね、追加した部分というのがハイライトされると。で、また同じように、では削除したらどうなるかとですね、削除するとこのようにですね、やはり同じように、打ち消し線が入る形で、追加されるわけですね。このような形で、修正した部分というのが常時確認しながら作業することができると。またはこういう部分があったんだけど、こう直したんですよというのが、確認しながらですね、作業を行うことができるというものですね。で、冒頭その複数の人間で作業する場合という話をしたんですけども、この修正した部分にですね、マウスオーバーするとこのようにツールチップで、何というユーザーがいつ変更したかというのが全て記録として残ると。ですので、これ誰々さん、こう直したけども、あだね、こうだねっていう、相談をしながらですね、編集をしていくことができるというものなんですね。で、それは編集したときに、はい、A さんが編集したこととこと、B さんが編集したことっていうのは、はい、区別できるものなんですか。そうですね、これは前提としてですね、ユーザーを設定してやる必要があります。ツールのオプションの中にこのユーザーデータという欄が、項目がありますので、ここにですね、とりあえずの名前を設定しておくと。それでさっきテストユーザーと表示されてたわけですね。そうです、これがそのままあそこのツールチップに反映される形ですね。このようにですね、ですので、あそこ未設定の場合ですと不明なユーザーというのが残ることになると。で、あとはですね、テキストを移動した場合も、このように前の部分と新しい部分が確認できると。おで、一
点ですね、編集がこう増えてくるとだんだんレイアウト自体にこう影響を与え始めるんですね、うん、で結構これが悩ましくなってくるんですけども、一応これを表示のオンオフを切り替えることができますと、どこでしたっけ、表示ですね、表示ですね、今オンになってますが、これをチェックを外すことで、反映後の文章という形に、はい、このモードだと記録はされてるけど表示されてない、その通りですね。この状態でも編集はで編集して その編集結果は記録されていくんですか、これは、まあ、編集自体の記録はされていて、で表示を有効にするとこのようにですね、あ、今入れたところが、はい、あ、それはいいですね。そうなんです。で、あとは表の挿入でも同じように、追いかけることができると。で、ちなみに左側にですね、ラインが入って、ここはあの変更が行われた部分というのを端的に見ることもできるようになってますと。変更が行われた行というのを簡単に見ることができるんですね。で、変わってますよってことなんですね。そうですね。で、一旦これでじゃあひとしきり変更が行われて、じゃあ今度はこれをですね、どれを採用していくかというのを決定していくフェーズになっていくわけなんですけども、管理というものがあります。で、ここでまず一覧でですね、変更の全貌を見ることができると。で、例えばこれを選択して、まあ、これと対応してるわけですね。で、アクションってのはプラスってのは挿入したってことですかね。そうですね。で、こちらは削除と、で、これはコピー貼り付けて移動しましたってことですね、で、じゃあこれを有効、まあ、生かしますという場合にはこれを適用とすることで採用したことになるわけですね、で、この削除の編集もこれで、適用とすると、これが決定されると。もう適用して最終的な段階になっちゃったので、その履歴っていうのは、はい、もうどんどん忘れていくよということですね、はい、で、こちらの追加はじゃあ無効にしましょう、これは不採用ですという場合にはこの非適用というのを押すと、残らない形で消えていくと。却下ってやつですね。そうですね。で、あとはもう残りはまとめて有効にしてしまっていいよという場合にはここで、全て適用というのを押せば、ドンと一気に有効化されるわけですね。で、ちなみにあとはここにフィルター機能があって、日付でもっていつ以降変更されたものというのを抽出することもできると。いつ以降のやつは全部適用するよと。そうですね。で、またはあれですね、作成者、または A さんがやったやつは適用するけど B さんがやったやつはダメだよと。そうですね、はい、でまたは、編集の内容だけをフィルタリングするということもできると。これ選んだときに、はい、そのフィルターは自動的にされるんですか、ここには直接は影響しなくて、おそらくこの適用をしたときに、はい、いや、ちょっとすいません、全部有効になってますね。どうなったんだろう。これでも、今挿入だけにしたら、なんか他のやつが消えてませんでした。ああ、そうかも。でも、その状態で リストタブを見てみると減ってるとか。こうすか。あ、そうですね。あ、まあ、ここのフィルタリングか。なるほど。あ、だここを例えば削除にしてこっちに戻ると削除分だけが、なるほど、はい、なるほどなるほど、そこをフィルタリングするわけですね、はい、なるほど、ね、ちょっと分かりにくかったですちょっとインターフェースとしてはそこ泣き分かれてるのさ寂しいですね。ちょっとこの関係性がもう少しはっきり分かった方がよりいいかなっていう感じがします、はい、はい、
まあ、でもこれは結構強力ですね、フィルターできる。はい、うん、変更が山のように多分ついちゃうと思うんで。そうなんです。でたまにやっぱりこういう機能を知ってる人というのがいて有効に してたりするんですけど、あれですね、まあ、逆に知らない人は一体何が起こってるんだみたいなことになったりもするので、うん、そうなんですね、まあ、そのあたりの技術的なベースの共有というところは一つ必要かなとは思いますね。そうですね、事前にすり合わせをしとかないと、はい、混乱のもとですよね。そうですね、うん、でもなんか消えないんだけどみたいな話になったりするので、これ一体何の機能使ってんのわけわからんよって話がどうしても出てきた。文字列がいっぱいあって、しかも言ったら増えてくるんだけど、どうしたらいいみたいな、うん、消えないんだけどって言われそうです。まあ、ちょっとそのあたり、共同作業してる人たちへの共通理解というのは必要ですけども、一旦これ を身につけてしまうと非常にですね、高いレベルで共同編集ができるようになるかなと。うん、はい、そうです。あとは保護という機能もあるんですね。なるほど、パスワードをかけて、この状態を保護をかけることもできると、うん、ややパワーユーザー向けな機能な感じですね。そうですね、向こうが無効化されるわけですね。まあ、うん、文章をよく書く人に、文章書く人が、まあ、ライターを使うわけですけど、レポートとかね、遂行をよくする人には便利な機能かもしれませんよね。はい、そうですね、小説書いたりするのもいいかもしれないですよね。やっぱり大きい文章で、変更を積み重ねていくような場合には結構有効な機能なんではないかなと思われますね。はい、といったところでですね、こちらの変更の追跡機能、非常に便利な機能になってますので、動画をご覧の皆さんもですね、ぜひ活用してみていただきたいと思います。といったところで、今回のテクテクリブレオフィスは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。